400メートルリレー走、400メートルリレー走、400メートルリレー走、は陸上競技のリレー走の一種である。第一走者から第四走者までの4人で100メートルずつバトンを渡し繋いで走り、そのタイムを競う。4人で合計400メートルを競走することから、日本では4次、4K とも呼ばれ、他に400メートル、400メートル R などの略表記がある。 個人競技が大勢を占める陸上競技の中では数少ない団体競技の一つ。第一走者から4人で100メートルずつバトンを渡しないで走り、そのタイムを競うものである。第二走者以降はリレーゾーンで加速するため単純に100メートルの記録を4倍した数値や選手4人のタイムを合わした数値よりも速い記録が出る。走る速さだけでなくバトンパスの技術も 非常に重要で失敗するとタイムロスになったり最悪失格になったりしてしまう。特に400メートルリレーでは各走者の走る距離が短い分バトンワークの優劣が最終的なタイムに大きく影響する。バトンの受け渡しは1600メートルリレーなどとは違いバトンを受け取る第2走者以降はコース上にマーキングをするなどしてバトンを渡す走者が その位置を通過した際にスタートして速度が乗った状態のまま後方を振り向くことなくバトンの受け渡し行う。バトンを受け渡す際に落としてしまった場合、レースを続行することはできるが、基本的に挽回は絶望的なレースとなる。バトンを受け取る走者が拾って走るのは失格扱いとなる。バトンパスの方式は大きく二つに分類され、 前後の走者が腕を水平に振り上げ、バトンを受け取る走者が上向きに広げた手のひらにバトンを置くように渡すオーバーハンドパスが全世界的に主流の方式でる。比較的容易に習得でき、バトンパスで双方の走者がバトンの両端を持って渡せるために走者の感覚を大きく取り距離を稼ぐことができる。反面バトンを受け取る走者が肩や肘の関節を 真後ろにねじ曲げる無理な体勢を取るため受け渡しの際に速度が落ちバトンを落とす危険性もやや高いバトンを受け取る走者の腰ほどの高さで下向きに開いた手のひらにバトンを下から差し入れるアンダーハンドパスを採用しているチームもある伝統的な手法であるが難易度が高く形だけを完成させるにも熟練を要するため徐々に使われなくなっていった また低い位置でバトンを受け渡す体制の関係上、オーバーハンドパスよりも前後の走者が接近する必要があり、距離的な面でも不利である。しかし、バトンを受け取る走者が走るフォームのまま後方に手を伸ばすという、この方式には走る動作として無理が少なく減速が最小限で済むという大きなメリットがあるため、熟練した選手同士で行えばタイム短縮の可能性もあり、 近年では再評価されている。他国より個人の体格や走力が劣る日本やフランスなどはアンダーハンドパスを磨き上げ、本競技では国際大会でしばしば上位入賞を果たしている。第1走者はスタートダッシュに長けている選手、第2走者は直線の速い選手、第3走者はコーナリングの上手い選手、第4走者、アンカーには 総力の高い選手、エースが入ることが多い。アンカーには、フィニッシュ前での競り合いに負けない勝負強さも、必要である。そのために、同じ直線走路である、第2走者にエースを起用し無用なプレッシャーを、減らし走力を存分に発揮させる作戦チームもあり、第2走者の重要性が高まっている。その他にスタートが得意なエースを第1走者に起用して、逃げ切る。 コーナーが得意のエースを第3走者に投入して、後半一気にリードを広げ勝負出るなど、チーム戦略は様々である。通常100メートルや200メートルのトップ選手が参加することが多いが、障害層ながらほぼ同じ距離を走る、男子110メートルハードルの選手や、女子では同じ距離を走る100メートルハードルの選手が起用され、ことも多い。加えて、跳躍競技。 主に総幅跳びと三段跳べの選手でも短距離走を得意とする場合は、リレーメンバーに選ばれ、大きく貢献することもある。日本では、南部田平、世界では、ロレンズ・ライトや、ウィリー・ホワイト、ハイデ・ローゼンダールなどが該当する。また、持久力があり、200メートル同様に、コーナリング技術の強さを活かせる400メートルや400メートルハードルを本業とする選手が、 リレーメンバーに選ばれることもある。ただしこれは多くの大会の場合、彼らの本職である1600メートルリレー層の決勝と本種目の予選が同1日、最終日の前日に重なっており、たとえ2、3時間の間隔が開いていても掛け持ちが、難しいスタッフも無理をさせたくないのが本音と思われる、という日程面の影響もある。そのため、補欠メンバーとして起用されることが多い。 またこの種目は陸上競技大会の最後に行われることが多く、レース展開も目まぐるしく変化するため、100メートル競争や1600メートルリレーなどと並ぶ大会の花形競技として親しまれている。アメリカとジャマイカの実力が突出しており、これに続く第2グループが6カ国ほどある。日本男子はジャマイカ、アメリカに次ぐ37秒台後半の記録を持つ。 国々の次に位置していたが、2016年、リオデジャネイロで出した37秒60のアジア、記録樹立により、国別歴代ランキングでは3位、当時に急浮上した。オリンピックでは、アテネで4位入賞、北京ではアメリカ等の強豪国が、バトンパスのミスや引き継ぎ違反で決勝に進めなかった、ことやジャマイカが競技後に、ドーピング検査で失格になったこともあって、銀メダルを、 ロンドンでは4位だったがリオデジャネイロでもアメリカより先着し銀メダルを獲得。世界陸上でも2017年に同国初の銅メダルを獲得している。2017年に桐生義秀が100メートル9秒台を出しているが、いつわや世界陸上でメダルを獲得した当時は100メートル10秒を切る選手がいない中での好成績に世界のトップアスリートも関心を持ち。 リオデジャネイロで銀メダルを獲得した際、オリンピック3大会連続2冠、100メートル、200メートル、2大会連続3冠、100メートル、200メートル、400メートル、リレーのウサインボルトは、日本はチームワークがいい。この数年彼らを見てきたが、彼らはいつもバトンの扱いが素晴らしいと評価し、同大会100メートル銀メダリストのジャスティン・ガトリも、 バトンパスに集中して練習している。一年中一緒にレースするから、チームワークも良くなるんだろうと述べるなど、チームワークの良さとバトンの受け渡しの良さを絶賛している。世界記録保持者のウサイン・ボルトがメンバーに入ってからは圧倒的強さを誇っており、ロンドンオリンピックで世界記録を塗り替えている。アメリカと比較してもバトンミスが少なく、 世界陸上でも2007年大阪大会以降はメダルを獲得しており、さらに2009年ベルリン大会以降は金メダルを取り続けている。北京オリンピックでも世界記録による一着に入ったが、2017年1月にネスタ・カーターのドーピング違反により失格の裁定が下り金メダルを剥奪された。ただしロンドンオリンピックにて北京オリンピックの記録を上回っていることから、 世界記録保持者であることは変わらない。世界トップレベルに位置するアメリカであるが、男子に関して21世紀に開催されたオリンピックではアテネの銀メダルが最高であり、北京ではバトン落下による途中棄権、ロンドンでは2着であったが3層の大尊名が薬物規定違反を犯したことでメダル剥奪、リオデジャネイロでは日本に先着され、その後1層から2層へ、 バトンパスを行ったのが抵抗オーゾーン外であったことから失格になるなど3大会連続でメダルを逃している。世界陸上でも2007年大阪大会では金メダル、2013年モスクワ大会、2017年ロンドン大会では銀メダルを獲得していが、その他の大会では失格になることが多い。アジアでは日本と競争相手にあるのが中国で、 100メートル競争でアジア出身選手初の9秒台を記録したソヒノエテンや10秒00の自己ベストを持つチョウツチカウモエラが台頭してからは急激な成長を見せている2014年アジア競技大会にて日本が保持していたアジア記録を更新しアジア初の37秒台に突入して金メダルを獲得2015年の北京大会ではジャマイカに次ぐ 銀メダルを獲得している。翌年迎えたリオデジャネイロオリンピックでも予選一組目でアメリカに次ぐ二着に入っておりアジア記録を一時的に更新していた。その後二組目で1位になった日本に更新されている。決勝でも4位に入り日本と並ぶ世界の競合国に位置づけられている。イギリスは2004年のアテネオリンピックで金メダルを獲得。 地元開催となった2017年世界陸上競技選手権大会では37秒47の国別世界3位記録で金メダルを獲得している。トリニダード・トバゴも競合であり、北京とロンドンで2着に入り、北京ではジャマイカの失格により金メダル、ロンドンでは銀メダルを獲得している。リオデジャネイロでも決勝に進出だが、レーン侵害による失格となり3大会連続の メダルを逃している女子ではアメリカ、ジャマイカ、ロシアが競合国となっている。日本女子はオリンピックの出場枠が得られる上位16位に入れるかどうかのレベルで、1999年の世界陸上でリレーメンバーが大会中にショッピングにいしんだことを理由に、以後しばらく代表を派遣させもらえなかった経緯もあり、2003年の 世界陸上まで代表チーム自体の派遣がないなど、男子ほどの活躍は見られなかったが、2009年、2011年と日本記録を更新し、2012年ロンドンオリンピックで1964年、東京オリンピック以来48年、12大会、ぶりに出場した。ロンドンで金メダル、リオデジャネイロでは予選で一度は、 失格になったが抗議の結果ブラジルからの妨害が認められアメリカだけのサイレースで予選総合8位だった中国の記録を上回り決勝へ進出2大会連続の金メダルを獲得している日本が同種目に初参加したのは1928年アムステルダムオリンピックからで続くロサンゼルスベルリンと戦前において3大会連続で参加した 中でも1932年、ロサンゼルスオリンピックでは、決勝進出を果たし、アジア勢初の5位入賞を果たした。戦後の1956年メルボルンオリンピックで20年ぶりに、競技に復帰したが、その後は苦戦が続き、1968年、メキシコシティオリンピック終了後はしばらく、代表チームの派遣されなかった。 ちなみにメキシコシティオリンピックの日本代表は短距離走の選手は飯島秀夫のみで残り3名安倍直樹、小倉慎司、山田博美が総幅跳びの選手で構成されるという珍しいチーム編成であった。1988年ソウルオリンピックから競技に復帰する青木ハンジのどんなに弱くてもリレーはオリンピックに連れて行くべきだ。 リレーが基本なのだからとの考えから20年間にわたって派遣されていなかった日本代表を派遣させた。続く1992年バルセロナオリンピックでは戦後60年ぶりの決勝進出を果たし戦後初の6位入賞を果たす。囲碁個々の総力のハンデを緻密なバトンパスで補う日本のリレーはオリンピックや世界選手権で入賞を重ね、 今日の日本代表の活躍につながった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。